効果。不器用だな。剣舞の国シルダの王女とは思えん。このヒールで踏まれないようにせいぜい気をつけるんだな。でも意外だったよ、君が踊れるなんて。戦いの役には立たないし、社交界に渦巻く思惑にはヘドが出るがな。政治の駆け引きに使えるので一通り学んだ。君は本当に努力家だな。自分のために必要なものであれば身につける、使えるものであればそばに置くだけだ。まもなく曲も終わりだ。もしまだこの場にいるつもりなら、扇は仰いでいれば問題ない。それはどういう意味があるんだ？別に覚える必要はない。話しかけるなといった意味だ。なんだかはっきりしないな。嘘をついて騙そうとしていないか？別に、私は抜けるぞ。まだ踊りを覚えていない。おい、婚約者という立場は使えるんだろう。機嫌は取っておいた方がいいんじゃないか？やれやれ。